ちゃはしゃいでる。うわぁ、新居だ。新居を越してきましたね。新居初収録です、先輩。やば、めちゃめちゃいいね。まだちょっと荷物解き終わってないやつがね、結構段ボールが積んであったりはするけど。いやもう全然いいよ、もうこのままでいいよ。このままではよくねえだろ別に。全然いいよ、超テンション上がんね新居。確かにね、うん、うん、やっぱ何、なんか全然テンション上がってないじゃん。あれ何それ。俺平常ねみたいな。俺はいやもう上がりきったかな。俺もうこの新居に奈々子さんより先に2週間ぐらい通ってるからさ。もうその鮮度落ちてんのよ。もうなんかクローゼットひれーとかは超えてんのよ。ああ、それは奈々子さんの今の感じ、俺が2週間前に通った道だからさ。そうそうか、2週間前からちょっとずつ荷物移動し続けてくれたの先輩が。ありがとうね。業者に頼みつつも電車でわざわざちょっとずつスーツケースで荷物をせこせこ移動してたんだよ。ありがとうございます。あ、いえ、いやでもおかげでやってこられました、うん、新居でございます。はい、これからね、うん、また新しい、初代ではなく、うん、新しい住居に来て、はい、ここからいろんな動画、うん、ゲーム実況や新しいね、うん、神動画、うん、ビアチャップトーク動画をたくさん投稿していきたいなと思ってますんで。自分で言うな神動画って。はい、まずその記念すべき第1回目の動画でございますよ、うん、皆さん。ちなみに前回発売だったけど今回こちらは言うか。言わない、言わないの、言わないの。そうなんだ、うん、地域密着しないの、しないのよ。もうさ、俺もちょっと前回の話でさ、はいはい、ちょっとハメ外してさ、うん、初代でとかっていろいろ言ったじゃない。タリアの近くで言っちゃったじゃない、うん、DM でさ、はいはい、私スーモ見るのが趣味なんですけど、はいはい、ここですかみたいなさ、うん、部屋の写真とかが送られてきてさ、なにちょうどその最近来ましたよねみたいな、なんかわかんないけど、なんかそのいろいろ条件見てるととか、この辺じゃないですかねみたいなとかがさ DM で送られてきてさ、七子の急遽ゲッサーやられてるわけ。ジオゲッサーみたいな、ね、七ゲッサーみたいな、七ゲッサーをね、皆さんちょっと楽しんでるから。ちなみになんか100点満点のやついたの。いや家のピンポイントで言わないです。言わないです。合ってたとか外れてるも言わないです。あ、本当に、うん、DM の返信で0メートルっていうなんか距離おめでとうみたいな、じゃないのよ。あ、そうなんだ。まあ急遽はね、でもまあ、うん、本当に急遽、うん、急遽は、うん、ピンズとされてもさ、はいはい、まあもう別に構わない。まあっていうか普通に住所行ってもいいくらい。いやいや、よく、まあんまね、いいことはないけど。いいことないよ、うん、ただの、まあ、まあ新居を自己物件みたいになるから、ね、なるか。七子の地下下がるから七子さんが営業妨害になる。営業妨害になる。七子が住んでたんかいここって。オーナーに迷惑になるから。まあまあ急遽はね、まあ別にいいんだけど、うん、新居ピンズド食らったらもうやばすぎるから。あー、新居新居ゲッサー、新居、そうね。とりあえず日中太陽は北ゲッスな、おい。新居ゲッスしようとすな。そうかな。あ、でもあれかな、なんか家の軒先になんか灯油入れる缶とかないから寒い地域ではなさそう。だからゲッスなって。ゲッスなよ。あとなんかあれだな、松林みたいな植生を調べんな。抜けて、あれなんかヤシの木みたいな。いや南国なんで。ヤシの木みたいなのがあって、あれなんだ、あれモノレールみたいななんか通ってるな。ん、お城がある。え、お城か。ん、あ、今何時。あ、だいたい夜ぐらいで花火上がってできて、でなんか駅の近くからなんか黒い耳のカチューシャつけてる人たちが出て、ここ舞浜。100点。俺ディズニーランドそばに引っ越したの。あんまり落ち着けない場所。あの辺に住んでる人まあいるか。いるけど。いや、すごい。まあ、そこに引っ越しはしないよ。確かに舞浜とかお台場に住むのって結構さ、うん、なんか生活祭りみたいになりそうだよね。お台場はさ、でもフジテレビの周りって結構マンション建ってるじゃん。まあまあまあ、そうかそうか。舞浜はね、舞浜のランド前に住むって。いや、ランド前に物件あんのかな。でも俺ファイヤーリタイアしたら住みたいけどね、舞浜にね。年パス買って。ああ、どこに住むの。シンデレラ城。そこ住めないでしょ。ミラコスタ、ミラコスタの一室買い取ったら。ファイヤーしたら。
やまあね、いや多分そうなるとちょっと飽きると思うんだよな。本当に毎朝ごはんミッキーと一緒に食べるみたいな、そのグリーティングで、ね、やっぱりミッキーともやっぱ一緒に住んでると嫌なとこ見えてくると思うからさ。あ確かにな、ミッキー靴下脱ぎっぱなしにすんのやめてとかさ。 あと俺じゃないけどミッキーもあのトイレで便座上げて戻さないでやるからね。立ったままトイレすなミッキーよ。 あと結構そこら中俺じゃないけどってマジもうやめろよ本当に俺はもうやってないけどね。新居のトイレのグレードが上がってます。上がってますね。推薦便所評論家の僕からすると、うん、奈良子さん引っ越しするたびに便所のクオリティが上がってってるのよ。ウォシュレットのあのシート、うん、あれがねどんどんいいものになってってる。いや、そう、そう、だから単純に便器のクオリティも上がってると思いますからね。今もうだってなんていうの、ボタン無線になってんじゃん。前までさ、シートに備え付けのボタン押してたでしょ。今無線だからあそこ。電波が通ってるから。なるほどね。ウォシュレットを止めたり出したりするボタンが無線でもう。ごめん。ワイヤレスが。俺、ウォシュレット使ってないからちょっとわかんないね。え、お尻その、拭いてないってこと？拭いて、いや、紙で拭いとんねん、俺は。そう。紙で拭くんよ。ああ、そうなんだ。あんただけウォシュレットで大興奮してる。もう使ったの、うちの。そうね、もう2週間前に通った道。もう使わないうちのウォシュレットてか、内見の時にしたぐらい。いや、さすがにそれはないか。ウォシュレットで選ぶじゃん。もう入って荷物運び込めますよの初日にしたかな、俺。いや、この人別に、出したわけじゃないの。ちょっとバッチリ話になるけど、排泄したわけじゃないの。ただ、水圧確かめたから。いや。僕が物件探す時の条件、先輩は何一つ何にも別にどこでもいい好きにしていいよって言い続けたけど、ただ一つだけウォシュレットだけはこだわらせてっていうね。それだけは。そう。そうしたら俺ん家からだいたい50分ぐらいのところになっちゃって定期作る羽目になった。ウォシュレット優先してたら。もうちょっと俺ん家の近くに。ドア2ドアでね。ねえ、すればよかったのに。ドア2ドア50分。まあやむなし。ウォシュレットのためだからな。まあしょうがない。いやでも本当ね。うん。てかあれか、俺東京来てから4居目だけど、これ。あー、上京してから、うん、はいはい。上京してからこれ4つ目のお宅だけど、はいはい。全部知ってるね、先輩ね。全部知ってるし、全部でトイレ使ってるからね。いや、そうだね。珍しいよね。4つとも全部辿ってきてるのって、なんか、変遷。あー。うちの住居のクオリティアップの変遷も知ってるし、うん、便器のクオリティアップの変遷も全部知ってるわけでしょ。そうだね。で、そこに連れ込んできた歴代の奈々子さんの彼女のことも知ってる。余計なこと言わなくていい。余計なこと。いろんな青春がありましたけどね。余計なこと言わなくていいのよ。でもね。いやでも本当にその最初にさ、タナシ、あれタナシは言っていいんだっけ？タナシ言っていいです。ああ。タナシとハスだよ俺言っていい。ああ、そうだ。間とかまで言ってないから言わないで。あ、そっか。2番目、4番目言っちゃいけないんだ。そうそう、2番目。1番目、3番目。1番目、3番目までは出てるから。もう2番目いいじゃん、もう。でも1番目はでもね、うん、本当便所なんでね。ウォシュレットついてなかった。ボトンでしたもんね。ボトンだった。組み取り式。組み取り式で。なんか天井から出てるなんか鎖みたいな引っ張ったら水が流れる。今田舎行ってもなかなかないぞ。業者が汲み取りに来るんだろ。まあでもそれを考え、それを思えばね。そうね。あとあの頃はそうだよね、黒電話も使ってたし。黒電話も使ってたしね。あと、うん、寝るとき虫が入っちゃいけないからさ、はいはいはい、蚊帳引いてましたね。蚊帳引いてたね。で、黒電話もさ、そのマンションで1個だったから、そう。他の人がさ、〇〇さん、うん、電話来てますよって言って受け取りに行ってたみたいな。そうそう、で、風呂場がなかったからさ、夏場暑いのでさ、はいはい、共用台所にいて、うん、台所でこうシャワー浴びたりとかしてたから。はいはい、そう、ね。で、共同のその水洗場みたいなところで歯磨きもしてたし。うん、そう。俺、トキワ荘住んでたんだ。漫画描いとったんだ。周りがね、赤塚不二夫とかと一緒に。周りが全員同人作家の時はそう。何それ弱時はそう。オリジナルはまだその当時は何も書いてなかった。全部同人誌だった。いいんだけど別に。いいんだけどね。同人時はそう。同人時はそう。全員時はそうの人たちの同人書いてたから。なんで赤塚不二夫の同人誌とか。全員バカボンの同人誌とか、ドラえもんの同人誌とか、そう。ジェネリック時はそうみたいになってるから。すごいな。オバキューの同人誌とか。オバキューの、そう。怪物くんとか。オバピーとか。怪物さんとかね。初期はね、そんな住居だったけども、今はね、もうクオリティがすごい上がって、今もうそうだよね、隣人とかはね、
オリジナルの漫画家さんで。なんでだから俺が住むとこみんなあの漫画家さんが集まってくんのよ。ツイッターでバズりまくってる漫画家さんばっかり。でも結局同時の毛はあんのかい。紙面では見られない人たちね。いやまあでも、ね、すごいとこね越してきたもんだよな。ただトイレで俺入って一番びっくりしたのは、はいはい、一番びっくりしたのは、うん、便座カバーがすごいふっかふかなってたんだけど、あれ何あれすごいよね、うん、4センチぐらいがだいぶ積もりましたねみたいな、バームクーヘンみたいな厚さでしょ、バームクーヘンぐらいの厚さあるよの便座カバーにしたでしょ。あれ俺もねネットで注文したのよ、うん、便座カバーとあと下のなんかシート床に敷くやつ、うん、便座カバーカバーあんじゃん、なんだ一番最後に締めるやつの あれのカバーが3点セットになってるやつ頼んだんだけど、うん、あんな熱いと思わなかった便座カバーあれいいやつ、ね、あれ結構いいやつ、いいやつで、あのさあの熱さあるとさ座った時に普段さ狙い定めてるなんていうのかな感じと調子狂うよねあれね、高すぎる、ね、高すぎるからさちょっとはみ出ちゃうみたいな。俺もびっくりした、もう座った瞬間に、うん、うわっ高い視線が高いって思ったより高いみたいな。俺もだいたいね座った時に頭に天井についちゃって、わーこれ高すぎたなちょっとみたいな思ったからな。雑魚高いいやすごいよ。でも俺たちまだまだこんなところじゃ収まらないというか、うん、まだ4件目でしょ、はい、これ5件目6件目ってどん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 さらにまだね、ここでいろんな名作実況を撮って、はいはい、いろんな動画作って、うん、でさらに次さらに次ってステップアップしていくつもりなんで、ゆくゆくはね、はい、本当はものすごい住居環境を目指して、そしてトイレもね、うん、便座カバーとかね、うん、もう本革目指して、本革本革の便座カバー目指して、本革の便座カバーは頑張ればいけると今本革のやつよ、買えばいいんだからカバーを、本革の本革のワシントン条約で禁止されてる動物のやつ、ね目指してレアなワニのやつとか、うん、ので、うん、ぜひ皆さんもね、うん、七子さんの活動とともに、うん、住居環境のクラスアップというか、うん、を楽しみつつ、うん、はい、どういう応援していただければいいんじゃないかなと思ってます。とりあえずまずはこの新居1個目の動画はこんな感じで、うん、はい、またいろんな動画撮っていきますんでよろしくお願いします。新居も使い倒すか、うっす。そして何よりちょっとあれですね、隣人さんとのトラブルが発生しないようにね。そうだねしなきゃね、隣人トラブルないようにないようにね、良好な関係を築いていきたい。あれ持って、もっと買ってきてください、なんかあ、便座カバー、なんで便座カバーかっていう引っ越し便座カバーってあんま聞いたことないでしょ。まんじゅうとかや、まんじゅうとか、すいません隣に越してきたものです。このまんじゅうの下に便座カバー、黄金の便座カバー敷いておきましょう。いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。